でもさん、マージャン店の親父がここまで来たのに、なんでみんなやんないんですかね。逆にマージャン店の親父だからできたんじゃないかっていうね <laughs>。ああ言えばこう言われるっていうね。まあ、結局、いくら言ってもやらない人はやらないし、うん、マージャン店のおっさんでしたよって言ってもね、今度はマージャン店経営してたんですかみたいなね。赤字ですよと。いや、でもすごいじゃないですか。でもすごいじゃないですか。みたいなね。まあ結局、だからやらないんじゃないですかね。 何言ってもでも武器にはなりますよ。まあ一部の人に届く場合あるんで、全然僕も使ってますけど、僕もオール成績1とかね、あのね、なんかばあの、ばかですから入りましたからね、漢字も書けない、覚えようとしない理由は、漢字も書けない、あなたよりアホです、バカです、だけど、まあ自由な生活してますよと。なんで僕より頭いいのにあなたはね、自由な生活してないんですかと。僕より頭いいんですよねと。僕より勉強してきたんですよねと。 なななんんんでで自由生生活活ししててていんですか。100歩譲って今の生活に満足してるんだったら全然、OK、です。だけど今の生活収入だったりとか不平不満を言って自由な生活に憧れてるんだったらなぜですか僕より頭いいのに僕より頭いいのになぜできてないんですかっていう問いをしまくってますけどねい <laughs> ってらっしゃい。